目の周りにねネイビーのラインが入っていたり、ギャーゴってこう見るとかなりワイルドなデザインしてるよね。ターボ、フラーリ、警備隊ライダーヘッドのヘッドパーツが付属します。あれ、リック何してんの？え、いや、デザイアカードに願い書いてんだよ。え、何書いてるの？じゃん、新しいリボルブチェンジフィギュアが発売される世界です。これが僕の理想の世界です。おめでとうございます。え、今日からあなたはデザシンです。もう構っちゃった。ということで今日紹介するのはこちら、リボルブチェンジフィギュア PB08 仮面ライダーナーゴファンタジーフォーム&ライダーヘッド4点セットです。ようこそ僕の世界へ。そして、はい、皆さんの願いが叶いましたね。リボルブチェンジフィギュアの新作が登場しました。ついこの間登場したばかりのナーゴとギャーゴのファンタジーフォームが最速で立体化ですね、はい、そうなんです。いや、この終盤までしっかりフィギュア化してくれるのやばすぎますよね、うん、もうありがとうございます。いつもこれでね、キーツナイン、タイクーン武人ソード、そしてナーゴファンタジーフォームの最強フォーム勢揃いじゃないですか。すごい。今日はですね、こちらのフィギュアとなんかあるんですよ。あれ、はい、リック欲張りだったけど、ね、これね、いっぱいついてくんで、これもですね、詳しく紹介していきたいと思います。それでは早速、やっていこう。ババディ、今回のセット内容はこちらになります。ライダーヘッドが4つ付属していたり、手首パーツもあるんですね。今回もプレイバリューめっちゃ高そう。こちらが仮面ライダーナーゴファンタジーフォームになります。めちゃくちゃかっこよくないですか。なんと結構なパーツが完全新規造形になっています。すげえ。タイクーン武人ソードと比べて新規造形のパーツは約2倍、すごくないですか。肩や胸、そして腕もね、複雑な部分も塗装になっております。塗装工程も約 1.5 倍ということで、もうこりゃクオリティ高いわけですよ。ナーゴのライダーヘッドも新しくね、塗装が加えられているんです。目の周りにね、ネイビーのラインが入っていたり、この顎の部分のゴールドの塗装めちゃくちゃ綺麗ですよね。すごい細かいところなんですけど、この顎の部分のこの3本のライン、猫っぽくないですか。まさしくね、ナーゴを表しております。上半身のこの真ん中の胸のマーク、これがかっこいいですね。そして前回紹介した PB08 仮面ライダータイクーン武人ソードに付属する全ライダー共通平手がナーゴ用に進化しました。どこが進化したの？気になりますよね。前回の全ライダー共通平手の場合、ナーゴバングルをですね、取り付けることができなかったのですが、進化した全ライダー共通平手は穴があるので、このようにバングルを取り付けることができるんです。平手パーツを使えばこんな感じに劇中のイメージに近いポージングを楽しむことができます。かっけー。そして付属のギャーゴヘッドに組み替えて仮面ライダーギャーゴファンタジーフォームにしました。すごい。この商品をゲットしたらお父さんとネオンちゃんの2人の仮面ライダーを一気に楽しめるってことですよね。そうなんです。とかも鋭いし、顎の部分もかっこいいですよね。さらにリボルブオンすることができます。はい、完成しました。仮面ライダーギャーゴファンタジーフォームの下半身バージョンです。おー、すごい。ちょっと見回してみますか。はい、すごい、下半身が一気にド派手になりましたね。なんか改めて下半身になってみると、こういうデザインになってたんだっていう学びがありますね。仮面ライダーナーゴファンタジーフォームでも組み替え可能なので、ぜひゲットしたら試してみてください。すごい、4フォームも楽しめるんです。プレイバリュー高すぎる。そして今回はターボ、フラーリ、警備隊ライダーのヘッドパーツが付属します。うわー、この前の放送で登場したばかりのライダーたちがもう参戦してますね。いやー、早すぎるし、これは嬉しいな。しかもさ、TTFC で配信されたギーツエクストラ仮面ライダーパンクジャックに登場した警備隊ライダーまで再現可能なんですね。まさかここまで出すとは、めちゃくちゃありがたいです。ではこれらのパーツと発売済みのリボルブチェンジフィギュアを使ってオリジナル遊びをしていきましょう。はい、完成しました。仮面ライダーターボンアームドチェーンアレイと思いきや、じゃーん、仮面ライダーターボンアームドチェーンアレイ忍者です。
はい、こちらはですね、仮面ライダーターボンが慶和に勝って忍者バックルを奪ったらこうなるんじゃないかっていう妄想遊びで作ってみました。慶和やられちゃったの、はい、負けるんだ。はい、私も完成しました。仮面ライダーブラーリアームドハンマーと思いきやファンタジーバックルを奪っちゃいました。おいカズオ、これ以上クラマケを苦しめるな。うわー、王星さんやられちゃったんですね。やられちゃいました。はい、完成しました。武人ソードのボディを使ってますね。果たして誰だ。お、警備隊ライダー武人ソードが完成しました。強そう。これは女神に叶えさせました、強大な力を。はい、めちゃくちゃ強そうですね。そして仮面ライダーギーツナインとタイクーン武人ソードも絶賛予約受付中。この最強フォーム3体をぜひ揃えてください。そして今回の撮影に使用したボックスとブランクのデザイアカードが付属しているサポートミッションボックス仮面ライダー推し活セットも絶賛予約受付中です。バンダイマニア、今日はリボルブチェンジフィギュア PB08 仮面ライダーナーゴファンタジーフォーム&ライダーヘッド4点セットを紹介しました。今回も素晴らしい出来でしたね。リックの理想の世界が叶いましたね。叶っちゃいました、うん、皆さんこれはありがたいですね。いや正直ね、だってこの前ねタイクーン武人ソード紹介した時に、うん、もうこれで、ね、最後なんだろうなって勝手に思い込んでたんですけど、うんうんうん、いやまさか新しく登場して、しかもまたこんなに早く登場すると思わなかったんで、うんうん、嬉しいです。ありがとうございます。もう毎度ありがとうございます。 あとやっぱりこのライダーヘッドパーツですよね、うん、毎回あのオリジナル遊びが楽しいよって話してるじゃないですか、はい、でも今回ターボンと、ま、忍者だったりブラーリとファンタジー、うん、でまさかのリックンがそのライダー警備隊と武人ソードを合わせるっていう、うん、その組み合わせがもう斬新すぎて、オリジナル遊び楽しすぎません、うん、そして仮面ライダーギーツナイン、仮面ライダータイクン武人ソード、そして仮面ライダーナーゴファンタジーフォームのフォーム3人揃いましたよ。来ましたね。あ、すごい。ぜひね、ギーツナインをゲットした人、そしてタイクーン武人ソードをゲットした人は仮面ライダーナゴファンタジーフォームもぜひゲットしてみてください。リボルブチェンジフィギュア PB08 仮面ライダーナゴファンタジーフォーム&ライダーヘッド4点セットはプレミアムバンダイにて7月18日火曜日から予約受付開始。そしてサポートミッションボックス仮面ライダー推し活セットも絶賛予約受付中です。テレビシリーズ仮面ライダーギーツはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時より放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。